じゃあね、トリプトファンオペロンについて説明します。トリプトファンオペロンっていうのは、トリプトファン合成酵素に関係する遺伝子の話で、トリプトファン合成酵素に関係する遺伝子、これ大腸菌の DNA ね、はい。で、トリプトファン合成酵素っていうのは、トリプトファン合成酵素。トリプトファンっていうのはアミノ酸の一つです。いろんな生物にとって欠かせない栄養素、アミノ酸の一つです。それを作る酵素って実はたくさんのパーツからなってるんですよ。トリプトファン合成酵素って言ってもいくつかのパーツが集まってできてるね。で、そのそれぞれのパーツを指定する遺伝子は一括りで調節を受けるんです。発現するか、発現しないかのどちらか、ね、一括りにして発現を調節される、ね、この遺伝子群、トリプトファン合成酵素に関する遺伝子群、遺伝子群っていうのは遺伝子たちって言うね。遺伝子群はひとまとめに調節を受けて、こいつらをまとめてひとまとまりに一括りに調節を受ける遺伝子群をまとめてオペロンって言うんです。オペロン、ね、まとめてオペロンって言うんです。で、どんな調節を受けるかっていうと、例えば大腸菌って、例えばみんなもさ、例えばマチあるってて、でティッシュをどんどんね、ティッシュを配ってくれる、ね、お兄さんお姉さんからティッシュをめちゃめちゃもらったらさ、自分であえてティッシュをあえて買おうとしないじゃない、ね、あともらえるんだから、そうでしょ。だけど全然ティッシュ配りのお兄さんお姉さんいないな、ね、全然ティッシュもらえないな、ね、あだけどティッシュ欲しいからティッシュ買うかなって初めて自分で買うじゃん。それと同じようにトリプトファンっていうアミノ酸、ね、あの栄養素も大腸菌がと、これ大腸菌ね、上からさ、宿主がトリプトファンをこう、トリプトファンを落としてくれるんだったらそれ使ってりゃいいですよね。だけど全然ね、トリプトファンが降ってこないときね、全然トリプトファンが降ってこないときはなんだしょうがねえなって、しゃあないな、ね、なんだしょうがねえな、自分でトリプトファン作るしかねえやと思って、この遺伝子群を転写翻訳して、ね、トリプトファンちょっと長いからマルトって言うね、マルト、トリプトファン合成酵素を作って、そして自分でトリプトファンを自分で作るんですよ。こっちね、これしゃあないなってね、しゃあないな、じゃあ転写翻訳してトリプトファン合成酵素を作って、でその酵素を使って自分でね、様々な化学物質から自分でトリプトファンを作るかってやってるんですよ。だけどトリプトファンが、例えば宿主ね、例えば僕らがバク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 ね、トリプトファン食べてトリプトファンを取り込んで大腸菌に与えてるときは、ね、大腸菌はもうこの遺伝子を使う必要はない。だってトリプトファンが上から降ってくるんだから、ね、お腹の中に大腸菌っていることがあるけど、僕らがトリプトファンバクバク食べてたら大腸菌は自分で作る必要なんてない、ね、だって降ってくるんだから上から、ね、僕らが食べたものが降ってくるんだから、ね、そんな時にどうやってストップするかっていうと、どうやってこの遺伝子をストップさせるかっていうと、トリプトファンそのものを使うんですよ。トリプトファンが上からふわーね、ふわーね、トリプトファンが上からふわーって降ってくる、ね、ちょっとね、あえて変な感じにするんだけど、トリプトファンがふわーね、上から降ってくるね、降ってくるとか、またはね、大腸菌を育ててる大地にもともとあったり ね、大腸菌、トリプトファンがとにかく周りにある、トリプトファンが、ね、周りにあるときは大腸菌は自分で作った別のタンパク質、
とトリプトファンをガチャッと結合させて遺伝子、ね、トリプトファン合成酵素の遺伝子群のすぐ隣にガチャッとくっつける、ガチャッとくっつける、こんな不思議なこうタンパク質を作るんです。こいつのことをリプレッサーって言います。リプレッサーが取り付いてしまうと右にあるすぐ隣にある遺伝子が発現をストップされてしまう。で、もちろんトリプトファン合成酵素ができないってことは自分でトリプトファンを作ることもしないんだよ、ね、トリプトファンが降ってきたときはガチャッと、ね、ガチャッとリプレッサーが取り付いてトリプトファンを自分で作るのをやめる、ね、これが、ね、美しい仕組みです、ね、トリプトファンが、ね、ないと、ね、トリプトファンがあるときは、ね、そのトリプトファンを使ってガチャッと遺伝子発現を止めて、ねトリプトファンがないときは、なんだ、しょうがないなってね。トリプトファンがないんだから、せっせとトリプトファンを自分で作る。ね、こんなね、美しい仕組みなんですよ。ね、オペロン説って聞いて、ね、用語の暗記一つ一つじゃなくてね、ちょっとでもね、このスマートな大腸菌の持つこの仕組みに、大腸菌にはね、神経系もないわけですからね。それなのに、このような刺激と反応、ね、刺激に反応してるわけですから、ね、ちょっとでもね、こういう仕組みのスマートさに感動しながら、ね、トリプトファンオペロンをね、マスターしましょう。